ト。あ、やべえ、9月だ。嘘やん。ちょっと、見んの忘れてた。お、勝負根性丸ついてる。これいいじゃない。ちょっと、競り登録見てみましょうか。あー、でも500万か。2週、1週目、ちょっと見逃しちゃったな。これあれだよね。ティンバーカントリー3区の面白配合だ。これがね、なかなか根性があるみたいで、勝負根性が、ついてる馬だよと。一応過去では勝負根性の最大値は100で、70以上あると、この最大値が70以上あると、このコメントが出ると。まあ、最大値なのであくまでも現状の値が70以上あるということではないというところは注意が必要ですね。まあ、過去作ではですね。で、先ほどの今まで生まれてきた先にね、兄ちゃんは何もね、ここでのコメントついてなかったように、9月になるとこうやってコメントで馬の才能が確認できます。で、アナログ行って、特別調教がこれだ。おお、来てる。こうか。飛騨調教師、才能面、疾風、レベ1。疾風のような速さを見せるが、G1 などの大舞台では発揮できないようだ。ああ、そういうことね。で、これどうやってやるの？もう調教しちゃうのこれ。まさか。馬の状態確認。あっ、いきなりだ。いい走りだ。馬は足が速いのが一番なんだよ。いきなり調教されちゃった。馬の状態、レースの後で疲れてんだけどな。まあいいか。まあこの1調教でやめましょう。特別調教をまずしました。で、どうなるんだろうね。まああの調教をして、レースに勝たないといけないのか。まあいいや、次週。まあいいや、ちょっと一回牧場戻ろう。で、お、早熟ついてますよ。勝負根性早熟。これ面白いんじゃないのかね。500万の価値しかないけど、能力コメントはいいぞ。よしよし、10月までコメントを見ましょう。厩舎行って、ちょっと一瞬休ませましょう。少しバテてる。OKOK。で、まず牧場行って、順調。ティンバーカントリー3区ですね。調子を変えてもらいましょう。馬なり調教。翌週。まだ太い。牧場。順調。順調コンビばっかだな。厩舎。ちょっと馬体を削りましょうか。坂道。調子悪い。海軍落ちてる。翌週。うん、調子は戻ってきた。牧場。さあ、どうだ？早熟が2個目のコメントか。スピードコメントが欲しかったけどな。まあでも、勝負根性だけでも走ってくれればいいよね。馬なり。翌週。で、調教で、ここら辺で合わせ調教で、状況が変化してくれればいいな。徐々にタイム出るようになってきた。調子上がってきた。よし、いいぞ。で、牧場行って、どうだ？勝負根性と早熟コメントですね。まあまあ走りそうですね。さあ、命名しましょう。これ、ティンバーカントリー3区、ティンバーとチョコ。あれ？丸のが保存されてなかった。これ保存して。ティンバーチョコ。どうしようかな。チョコバーで。ダジャレかい。丸のチョコバーでいきましょう。丸のチョコバー。なんか、チョコボールみたいだな。決定。いい名前だね。いい名前か。丸のチョコバー。入厩しましょうか。オス馬ですね。この厩舎にレースしましょう。さあ、2頭目が入厩しました。で、アナログは、調子上がってきた。ちょっと坂道いっぱい入れて、極むの手絶好調。よし、出馬。で、あれだよね。特別調教した後の、でも500万以下とかでって言ってたよな。ダート。ルメールでいきましょう。いい翌週。さあ、2歳未勝利戦、丸のアナログ、初勝利になるか、レース行きましょう。でい。さあ、どうだ？おお、丸のアナログ一番人気。いいじゃない。先行タイプ。任せましょう、ルメールさんに。さあ、行きましょう。あ、一応パドック見ようか。このタップすると、パドックを見れると。丸のアナログ。482キロ。あ、バタ減ってるな。状態はまさに絶好調。おや？これは。熱意を感じる目です。え、こういうの言われるんだ。まあいいや。レース行こう。さあ、2歳未勝利戦でございます。東京1レースでしょうか。各馬ゲートインの準備入ります。東京 1600m ダート、天候は晴れ、馬場状態は良好でございます。フェブラリーステークスと同様のコースのようでございます。スタートがすごく大事ということで、行きましょう。これで11頭ゲートイン完了、体制完了、スタートしました。少しばらついたスタートになりました。さて何がいきますか。鼻を切っていたのは、丸のアナログ先行を取りました。鼻を奪っていきます。さあ、黒い帽子、赤の勝負服、赤白の勝負服、今画面先頭に見えております。丸のアナログ。さあ、後方はどうなっているか。アイアン・ラチェット、デイズ・オブ・メアリー、ブルーブ・ラブかながしんがりという体勢。先頭キープは依然として丸のアナログでございます。さあ、600m ハロンボを通過したところでしょうか。最終コーナー回りまして、丸のアナログ、まだわずかに先頭。さあ、直線の叩き合い。先頭は丸のアナログ。さあ、400m ハロンボが見えてきて、さあ、丸のアナログは突っ走っていって、さあ、後続が厳しいか、いっぱいになったか、丸のアナログ、頑張るか、200m ハロンボ、東京ストレート、長いが、なんとか粘って、ムチ入っていきます、ゴールイン、丸のアナログ、今1着でゴールでございます。いいですね、初戦じゃないか、2戦目、初勝利でございます。まあ、未勝利戦ですからね、丸のアナログ、勝ちました。優勝、丸のアナログ、アグネスデジタル。アナピーだよ、これ。アナピーサンクって言っちゃったよ。丸のアナログでございます。丸のアナログって今思ったけど、ちょっと下ネタだな。レースで勝利しよう、クリア。OK。やった、初勝利。ダートレースで優勝しよう。お、クリア。お、いいね。才能レースで、あ、これか。プレゼント。ダートレースで優勝。才能レースで開花する。あ、これでもう開花したんかな。才能。おお、なるほど。レースに出走すると、特別調教をしてレースに出走すると才能がつくんだね。なるほどなるほど。これが新仕様みたいでございます。ちょっと牧場行きましょうか。で、この目標を達成するには対象レースのこれらを勝たんといけんってことね。 OKOK、 理解理解。500万以下を勝てばいいんだね。まあ新馬戦を2着でしたので、未勝利戦に出馬するという流れになってしまいます。競馬のレースはね。で、その後、本賞金の関係で500万以下からスタートになります。クラスが500万以下というクラスで、勝負することになります。レースの後、さすがに疲れてる調教、まあ休ませてあげましょう。相変わらず元気。十分戦える。484キロ。まあ連戦してもいいかな。出走登録。500万以下。阪神競馬場がいいかな。1200メーターダート。ダート走らせるか。2500万以下。これ勝てそうな気がする。そんなに強い馬が出なそう。484キロ。調教。合わせ馬ぐらいで。あ、馬なりぐらいで。絶好調。行きましょう。レースで。500万以下。これを勝てば多分更新されるんでしょうね。あー、丸のアナログ一番人気ですね。いいですよ。なかなか能力、調教はしっかりできたんで、能力がついてきたんでしょう。レース行きましょう。おや、これは熱意を感じる。さあ、2歳5歳、500万以下。阪神ダート1200。天候は晴れ。馬場状態はやや重となっております。さあ、15頭ゲートイン完了、体制完了しました。スタートしました。今回も鼻を切っていきました。先行争い、丸のアナログ、ちょっとスキップしましょう。さあ、最終コーナーまでスキップして、未だ丸のアナログわずかに先頭。さあ、直線の叩き合い、最後のストレートだ。丸のアナログがいい足ですっと出たぞ。さあ、追いつくことはできるのか。丸のアナログ 200m 切っても単独先頭キープ、逃げ切り圧勝でございます。丸のアナログ。何馬身離したんだろう。8馬身差。いいですね。あと2馬身離したら大馬身差でしたよ。いや、逃げ馬いいじゃないですか。2歳500万も勝利でございます、アナログ。2連勝。まあ、連帯 100% でございます。新馬戦2着。その後、1着、1着と。さあ目標達成、馬の才能をレースで開花してさらに特定条件のレースで勝利しようと。よし、うちの馬が今日一の馬に勝ったぞ。あ、今日一の馬も出てたんだ。なんだよ、なんだか思い出しちゃって、うちの馬が勝った時よく親父さんもそんな風に握り拳を作って喜んでいたな。思い出したらなんだか嬉しいけど悲しくなっちゃった。親父さんの息子なんだね。牧場主向いてると思うよ。てんてんてん。今日一バカな、マルベルに負けるなんて。よう、今日一、今日は俺の勝ちだな。あら、マルベル牧場主なんてやる気がないとか言ってた割にいい調教師をつけてるみたいじゃないか。少しは牧場を真面目にやる気になったのか。俺はこの牧場を継ぐ気はないと言ったはずだ。でもこの牧場を潰したいわけじゃない。従業員もいるしな。仕事だからきちんとやるさ。仕事だと？ふっ、何がおかしい？一つ分かった。今日のお前の勝利はただのまぐれだな。なんだと？お前はまだ何も分かっていない。馬は生き物だ。馬の素質、そして性格、その上で最良の育成ができるかどうか、馬主は勝つためにずっと考え続けている。馬は牧場主の人生の一部だ。それを仕事なんて一言で片付けられるお前はまだ馬のこと何にも分かってない。それはその通りだな。分かってないのはお前の方だ。俺は自分の人生をかけてブローカーの仕事をやってきた。俺にとっての仕事は人生だ。お前こそ分かった口を聞くな。ああ、お互いの正義をぶつけ合うパターンですよ、これ。でもまあ、負け惜しみだと思っていてやるぜよ。わかんない。俺はいざとなれば金でお前の牧場の従業員を買収するような手も使えるんだ。どんな汚えやつだよ、こいつ。子供の頃の気安さで大きな口を叩くな。そっちもな。次は負けん。いや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 。バチバチじゃないですか。どいつもこいつも。いや、このストーリー、この、なんか、なんて言うんだろう。インチキ臭いストーリーに、ね、私はどんどんハマっていっております。まるでね、なんかのドラマを見てるような気分です。早朝3時、会場2時間前。ふわー、おはようございます。なつきさん、おはようございます。牧場長、あくび見られちゃいました。へへへ、てへべろ。こっちの掃除は私がやるので、そちら馬房掃除は私がやるので、そちらお願いします。はーい。3時40分。さて、馬体チェックしてブラッシング。馬蹄の蹄でこれ、あ、ひづめか。ひづめも馬蹄も異常なし、ブラッシングしてあげるからね。あらららららら、いいシーンじゃないですか。お前もマルベリーが帰ってきて嬉しいよね。やっとマルベリーがやる気になったんだから、しっかり走ってちょうだいね。お前ひょっとして毎日馬と喋ってるのか？今日一！いや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 、これはいけない感じじゃないですか。どうしてあんたがここにいるのよ。ただの敵情視察。この牧場はそのうち俺のものになるからな。あんたまだそんなこと言ってんの？マルベリーがまともに牧場経営するようになるまで俺はあいつを認める気はない。まあ何でもいいけどな。あ、夏希、お前俺の牧場で働く気がないか。あれー、スカウト入っちゃいましたよ、これ。お前は馬が好きだろう。競馬学校を辞めた後も牧場で働いてるのは馬が好きだからだ。だったら俺の牧場でいいじゃないか。私は、夏希、そこにいるのか。あ、やばい、これは三角関係の助長か。あ、ドン隠したぞ、夏希。いや、これやばいぞ、この3人。いたいた、今日。こいつを調教に出すつもりだから、そのつもりで。わかった。あれ？ 1 人。さっき誰かと喋ってなかった。やだな、独り言。あ、ごまかした、これ。馬の調子はどう？血芸もいいし、機嫌もいい。オープンクラスも勝ってくれよ。夢は G1 レース優勝だ。ブルルル。お前もやる気か。今日一出てきて。夏希、お前。ごめんごめん、とっさに。いやー、これ怪しい雰囲気醸し出しちゃってるじゃないですか。次のある目標がオープンクラスで勝利しようということで、まあ、順当にいけばね、500万の上、もうオープンクラスにはなっていますので、丸のアナログがね、次のレースも勝てれば、これも達成となるでしょう。プレゼントを見てみましょう。馬蹄石、馬の才能レース開花賞を受け取り。さあ、丸のアナログは、レースの後、さすがに疲れている。調教メニューを確認。一周休ませでいいですね。休ませましょう。かなり疲労が溜まってる。ここは無理せず休ませましょうということでございますんで、まあちょっと疲労が溜まってるみたいです。まあそんなに丈夫な馬でもないと思うので、ここでちょっと放牧やってみましょうか。放牧。放牧すると最低4週間入居できませんが、放牧しますか。はい。一気に、疲労度を回復することがこれでできます。その間にちょっと丸のチョコバー見てみましょう。調教履歴、なるほど、ダートポリ、中心の調教みたいですね。で、このタイミングでちょっと一周空きがあるので、特別調教を一発入れときますか。これであとはレースに、出ればこの馬も才能開花ができるんでしょう、おそらく。はい。で、牧場に行きまして、丸のアナログは放牧馬のところに、疲れが残ってるリフレッシュさせとくねということです。次行きましょう。4月4週まで、放牧が続くみたいなので放牧飛ばしましょう。はい、もうすっかり元気、いつ声がかかっても大丈夫みたい。再入厩しましょう。厩舎に戻します。まあ、馬なり調教で出だし、調子の変化を期待しましょう。さあ、2月1週は繁殖牝馬セールですが、今回も行きません。4月の1週で牝馬もお母さんから生まれました。これ何産区だ？まあいいや。名前は後でつける。状態はバッチリ。494。出走登録。マーガレットステークス。登録。オープン戦でございます。で、調教は494キロ。坂道いっぱい。気合いもので絶好調。490キロ。この状態で出しましょうか。の前に一回牧場に戻って、そろそろもう11歳でございますんで、種付けが成功確率下がってきちゃうんでかけときたいとこですが、最地リシャールで面白い配合、そんなにいい種付け場じゃなくても爆発を狙っていく面白い配合で、まあ爆発っていうかね、能力値高いのを狙っていきましょう。血統が、これは、あ、キングズベストだ。これどうなった？お、3500万。いいね、いいね。これ、期待の牝馬ですね。面白配合産区。さあ、これが今生まれた、アドマイアマックスの面白配合。あ、面白産区。セリ登録、300万。まあ、こんなもんでしょうね。ティンバーもこんなもんだったからね。ティンバーカントリー産区。そしてアナログがレースですね。いきましょう。でいさあ、マーガレットステックス、これを勝てればオープン初勝利でございます。ただこっからが多分難しいんだよね。レースへ。さあ、どうなる？出馬表、4番人気。4番人気だからね、厳しい戦いが予想されます。マーガレットステックスオープンでございます。阪神 1400m、芝右回り、天候は晴れ、馬場状態はやや良好となっております。スピード直線に入ることが多い、持久力も問われるコースということでございますが、行きましょう。17頭ゲートイン完了、体制完了、スタートしました。まずは綺麗にそれました。17頭、さて何がいきますか。花を切っていたのはオースミスパーク。あ、この馬は有名ですね。さあ、ダイワマンジョーレ、そしてマイネル、エテルネル、丸のアナログ、ここにいました。青い帽子、8枠前から4番目、先頭集団3、先頭1頭抜けて17番、その後3枠、15枠、8枠が固まって、2番手1というところでしょう。600m ハロンボ通過。さあ、丸のアナログの前にはちょっと先行馬がいて、前に出にくい状況、馬群に飲まれてしまうと嫌だが、お、ここは前が空いた。さあ、丸のアナログ、どういった競馬を見せていくか。1枠に乗って勝負根性を見せて、追走、しかし前がちょっと詰まってしまって4着。人気順その通りという感じになってしまいました。ちょっと前がね、詰まってしまいましたね、丸のアナログが。ちょっと競馬展開にも恵まれなかったでしょうか。思うようにいきません。今回相手が上手でした。力を出せればチャンスはあると思います。巻き返しを期待したいということで、まあ4着、連帯には5着以内に入ってます。入選には入ってますから。まあでも初戦のオープンこんな感じだとね、まあ成長度がそんなに早い方ではないと思うんで、もうちょっと小馬になってから強くなってくれることを期待したいんですが、残念ながらオープンは勝てませんでした。